平野紫仕様の裏の顔とキンプリの奇跡、ライブ前の驚きの行動と成長の舞台裏、親愛なる読者の皆様へ、いつもお読みいただき、ありがとうございます。今回は、キング・アンド・ピスの輝かしい歴史と、その中心人物である平野仕様の知られざる一面に迫ります。テレビ画面の向こうに隠された、意外な彼の姿と、 グループが辿った成長の軌跡を紐解いてみましょう。キングピンス、キンプリは、そのダンスの腕前と才能でジャニーズ事務所の中でも異彩を放つ存在です。その中でも、平野潮はその中心的存在であり、その人気は天然なキャラクターと巧みな演技、そして力強いダンスによって築かれてきました。平野は2018年にキンプリとしてデビューし、 その後も数々の話題作に出演してきました。バラエティ番組ではエリンギプールのような天然な言動が笑いを届け、ファンの心を掴んできました。しかし、テレビに映らないところでは彼のストイックな性格が垣間見えます。ライブ前の打ち合わせやリハーサルにおいて彼は細部にわたるこだわりと時間を惜しまない姿勢を見せています。 ファンへの感謝と最高のステージを届けるという熱い思いがその背後にあるのです。特に印象的なエピソードとして昨年のキンプリの東京ドーム公演が挙げられます。公演後、平野はタブレットで自身たちのパフォーマンスを確認し、他のアーティストのダンス動画を研究する姿勢を見せました。このような努力が 彼自身とグループ全体のダンスのレベルを向上させる一因となっています。さらに、キンプリの成長において平野の存在は大きな影響を与えています。2019年、彼の提案によって行われたアメリカでのヒッツホップダンスのレッスンは、メンバー全員に世界との差を実感させ、その結果、グループ全体のダンスのレベルが急速に向上しました。 彼の指導力と情熱がグループの進化に大きく寄与したのです。結論、平野の仕様の一番のエピソードは彼の天然な言動と裏に隠されたストイックな努力の結びつきです。キング・ミスの成功は彼を中心に他のメンバーとの協力と努力の賜物です。22日以降、メンバーがそれぞれの道を歩む未来に向けて、 彼らが培ったスキルと経験が力となることでしょう。挨拶、最後に、平野の仕とキング・アンドプンセの熱いサポートに感謝の意を表します。彼らのこれからの飛躍を心待ちにしています。皆様にとって、この記事が新たな情報と洞察を提供し、楽しいひとときとなれば幸いです。どうぞ、お楽しみください。お読みいただき、ありがとうございました。